ピークイラーリトルディーラー今日は超別にやってまいりましたやってきたぜ来たぜじゃあ練習してきたトリックをついに見せる時が来たぜマスターちゃんと見ててくれよな頑張るぜやっていくぜちょっと寒いここがジャンプフェスタ2023無限ヨーヨーのブースプロのヨーヨープレイヤーたちがステージでパフォーマンスを見せてくれたり子供たちに無限ヨーヨーをレクチャーしてくれていたよスケジュールの都合で2人がパフォーマンスをできるのは朝の1回だけぶっつけ本番の初舞台うまくできるかなちょっとこうなってくると話変わってきますねちょっと集まり始めちゃってるなしかも俺らが一番すごそうな格好してるぜすげえもうめちゃくちゃうまそうまもなく本番ですけど本番ということで自信のほどはいかがでしょうかそうっすねまあこれまでマスター無限に教わったトリックを最大限決めてもうみんなを魅了したいと思いますバチバチに盛り上げていくぞよっしゃ俺たちの練習したトリック見せるぜせーの押すぜしゃあ押せ行くぜしゃあまずはリトルディのあやとり技まずは最初に狙ったブランコしゃあそしてマスターから教わったパワーだそのパワーをエレベーターで登っていくぞ最後に俺たちが今まで目指してきたスターだスターだ続いてミッキーのアクロバット技アクロバット技行くぜ頼むぜ4 5 4 3 5 4 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 4よっしゃリクリラーリトルティーラー無限は最高だね二人ともパフォーマンス大成功バインドはできてなかったけど初めての舞台で人がたくさん見ている中よく頑張りましたいやー頑張った緊張した緊張したやっぱジャンフェスの舞台最高だないや本当にすごい人がいたよ最高だったな最高だったこれからもバチバチ練習してトリック決めていこうぜそうだなもうスターになれたかな俺はスターになれた慣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 れたよっしゃ慣れたみんなもスター目指して頑張ろうぜ一緒に練習していこうぜ極めていこうというわけでゼロからヨーヨーを始めた2人の物語はここで一旦おしまい。さらなるスターを目指してこれからも練習を続けていくからみんなも無限ヨーヨーを楽しんでね。またどこかで会えるのを楽しみにしているよ。